ジョージ・ルーニー・ファーマーは、アメリカ合衆国ジョージア州ロックレール軍、コンヤーズ出身のプロ野球選手。右ト左ヒ MLB のテキサス・レンジャーズ参加所属。2009年の MLB ドラフト46巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名されたが、契約せずに、ジョージア工科大学へ進学した。進学後の2012年の MLB ドラフト15巡目で、 ミルウォーキーブルワーズから指名されたが、この時も入団しなかった。2013年の MLB ドラフト5巡目で、デトロイトタイガースから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 コネチカットタイガースで、プロデビュー。12試合に登板して0勝3敗、防御率3.09、33奪三振を記録した。2014年、マイナーでは、A 級。 ウェストミシガンホワイトキャップス、AA 級、エリー・シー・ウルブズ、トリプル A 級、トレド・マット・ヘンズでプレイし、3球団合計で22試合に先発登板して12勝6敗、防御率3.07、129奪三振を記録した。8月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは4試合に登板して0勝1敗、防御率11.57、11奪三振を記録した。2015年は14試合に登板して0勝4敗、防御率7.36、24奪三振を記録した。2016年は14試合に登板して0勝1敗、防御率4.60、27奪三振を記録した。二千十七年は五月十七日の、 シカゴホワイトソックスとのダブルヘッダー第一戦で先発すると6.1回を無失点の好投でメジャー初勝利を挙げた。この年も8月下旬までトリプル A 級トレードを行き来していたが8月26日以降は先発ローテーションに定着した。最終的に11試合に先発登板して5勝5敗、防御率6.75、49奪三振を記録した。 2018年は66試合に登板して3勝4敗、防御率4.15,57奪三振を記録した。2019年は73試合に登板して6勝6敗、防御率3.72、73奪三振を記録した。2020年は23試合に登板して1勝0、敗、防御率3.80、14奪三振を記録した。 2021年5月7日にエラスモ・ラミレスのメジャー昇格に伴ってディエフェとなった。その後5月11日にマイナー契約となりトリプル a 級トレードを送られた。6月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月14日にドリュー・ハッチソンのメジャー昇格に伴って再びディエフェとなり17日に自由契約となった。 2021年8月21日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ配属された。平均92.0マイルパーアワーのフォーシームを主体としており、それにチェンジアップのコンビネーションで対峙する。他にはカーブ、スライダー、ツーシームを投げる。ありがとうございます。